156あります、壁リング壁リング156あるんで、壁リングも使っていきましょう。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は年末スペシャル、今年の最後の廃課金やっていきましょう。かけずにのーけすけじきのーけすけです、ポン。ということで、2022年も早いもので、もうあと残り2日になってしまいましたね。なので今回はですね、もう年末、スペシャルですね。今年最後の廃課金。皆さん右上ご覧ください。はい。資源が1億ゴール入りの100万ダク入りございます。こちらね、先日発売された、メリークラシマスパックですね。こちら全部買ったら、1億ゴール入りの100万ダク入りですね。手に入ったっていう感じなんですよ。で、実は、さっき収録したんですけど、途中で、トラブって、撮影途中で止まっちゃったんですよ。なのでちょっとエリクサーがね、1億切っちゃったっていう感じなんですけれども。今回はですね、こちらですね、もう年末最後、年末スペシャルで今年最後の廃課金ですね。はい、大量のマジックアイテムもありますんで、約1億ゴール入りと100万ダク入り、そして大量のマジックアイテムを使って、果たしてどこまで育てられるか、こちらね、お送りしていこうと思います。なので、動画毎日投稿しておりますんで、まずチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、資源約1億ダク入りと100万ダク入り、そして大量のマジックアイテムを使っていきましょう。レッツゴー。さあ、そしたらですね、まずはね、研究なんですけども、はい、さっき言ったね、収録途中で止まっちゃって、バトルドリルをですね、使って、を研究しております。で、その間にどうしましょうか、何あげましょうか、あ、あとこれ、クランゲームのね、こっちのマジックアイテムはあるんです。どんだけあるんだよって話なんですけど。そしたらね、リギリちゃんね、あげていきましょう。リギリちゃんをね、どんどん研究してって、これで、リギリちゃん、カンストですね。はい。で、あ、そっか、ダクエリ、もう結構使うな、ペットの研究って。あ、もう50万ダクエリになっちゃった。あ、ダクエリすぐ終わる。ダクエリすぐ終わるんだけど。マジか。あ、もう、あ、もう、はい。あげれる。あ、プロスティージャーあげるね。で、使っていってあげて、はい。100万ダクエリ。あっという間になくなりました。まあ、まだあと7万だけやりあるんだけど。で、次は、そうですね、ゴールドが腐るほど余ってるんで、何あげていきます？大砲あげれんのか。ああ、もう残り大砲だけになっちゃった。まだタウンホール15やってきて、全然、そんな2ヶ月ぐらいしか経ってないのに、俺もこんなに上がっちゃってんすけど、いいのかな、こんな上がっちゃって。1億ダク入りも意外と、結構すぐ減るな。ああ、もう、なんか、6000万ダク入りぐらい使っちゃってる。マジか。結構使うもんすね。はい、一応建物の方に2冊あるんで、そうだよね、もうなんか、施設、主要施設とか、あげなきゃいけない施設とか、そんなないよね。オッケーオッケー、そしたらね、大砲ちょっと、もうあげちゃっていきましょう。で、また着工してってあげて、はい、はい、はい、すぐ終わります。すぐ終わります。すぐ終わってって。あ、1億ダクエリも何気にすぐ終わる。マジか。ちょっと待って、あとね、壁か、何がある？マジックアイテムいろいろありすぎてわかんないんだよな。真な場所の本、あと5冊あるのか。5冊あるんで、そしたら、エリクサーもう使っちゃっていくか。もう、っていうか、バトルドリルって、皆さん使ってます？俺全然使ってないですけど、バトルドリル。なんかバトルドリル、まあ一応使った強い戦術が一応あるっぽいんですけどね。全然使わないですね。じゃあ、そしたらね、じゃあ、大砲上げちゃってって、もう、防衛施設、カンストさせますか。はい、ゴールドがもう、はい、あっという間にもう、1400万ゴールドになってるんだけど。早くね。早くね。で、エリクサーの使い道も、もうね、エリクサーの使い道もうない。よし。じゃあ、壁に使っていきますか。壁に使っていってあげて、防衛力の方。上げていきましょう。あれ、ちょっと待って。俺、思っていた以上に早いぞ。タウンホール15だと。でも、資源1億ゴール入りとかすぐなくなるんですけど。あれ、もう、なんか、全然使い切れなくて、わ、使い切れねえよ、みたいな感じを想定していたんですけれども。全然使い切れる。マジか。
じゃあ壁リングが壁リング何個あんのこれ。156個あります。壁リング156個あるんで、壁リングも使っていきましょう。さあ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 、大量の壁リング、これはなかなか使い切るの大変よ。これ使い切る156個よ。資源いくら分よこれ。え、だからこれ20個も塗れないのか。でも19個ぐらいしか塗れないか。そう考えると、あ、意外と、やべえ、高えな。タウンホール15、いや。タウンホール15高えな。こんな大量の資源とマジックアイテムあってもすぐなくなる。マジか。タウンホール15の恐ろしさの片鱗を垣間見れましたね、これ。あ、そうだ、あ、もうね。え、あともう何個ある？あと？ああ、もうないのか。あ、しまった、大工分層 20% 取ってなかった。うわ、損した気分。大工ポーション 20% 取るの忘れてた。うわ、やっちまった。やっちまった。そして、濁りとか、あ、建物の方まだあった、俺。え、待って、どうしよっか。ほんと悩む。濁りのルーン、ゴルパスで結構あったから、もうこれ使っちゃっていいと思う。なんか、濁りのルーン使っちゃって、で、研究してっていいと思う。フロスティちゃんのレベル上げてっていいと思う。で、真の番所の方使っていってあげて、真の番所の方も結構あるよね、確かまだ。あと1個か。あと1個あるんだけど、こっちはもうないのか。呪文の方しか、とかしかね。いらねえ、こんな。はい。もらっていって、どうする？あ、でもこっちが、まだ俺にはこっちがある。はい、資源を回収してってあげて、行って、で、そして、次、対空爆弾あげれるので、対空爆弾あげていきましょう。で、そしたらね、あと、神羅万象の本もう一個残ってるんで、じゃあ、施設、なんか、あ、建物本も残ってるのか。なんか、これに使うのもすっげえもったいねえ気するけど、まあいいや、で、これで使ってってあげて、行って、で、こうやって回収していきましょう。はい、回収していきまーす。はい。回収してって、また資源がね、大量にあるんで、そしたらこれ回収してってあげていけば、さらに濁りもらって、で、あ、ペットあげれる？なんか。ペット。あげれね、意外と高えな、こいつら。意外と結構すんな。まあいいや、しょうがない、ちょっと。効率よくなんか使いたいから。フェニックスちゃんにしとくか。フェニックスちゃんにしといて、もうヒーローの方に使わなくていい。もうこれ、使わなかった。もう使わなくていい。で、ダクエリのルーン使っていってあげて、いけば、フロスティが、あー、レベル9か、惜しい。惜しいな、お前。お前、あともうレベル1もうちょいやんけ。そしたらゴールドまだあるから、対空爆弾あげてって、で、あとエリクサーか。エリクサーがちょっと余ってるんで、ルーンもまだあるんよね。ルーンもまだあるから、これで、やっていけば、はい、だいぶ村、今回15、結構育ってんじゃないですか。で、そうエリクサーのルーン使っていってあげて、さあ、これでもう、ね、これエリクサーね、最初9000万エリクサーしかなかったんですけど、これでもう1億エリクサーは使ってるっていうことですからね。はい、ではどんどん壁開けの方ね、壁開けの方やっていきましょう。さあ、これでやっていきつつ、さらに宝庫にもまだあるので、はい、さらにもう1個ぐらいね、塗れてしまいますね。どんどん塗っていきまーす。ああ、そっか、研究ももう、これバトルドリルも終わったからさ、エリクサー使い道ねえな。ああ、じゃあもうルーン使い切っちゃおう。ルーン使い切っちゃいます。すごいな。ルーンをこんなに雑に使う時が来ると思わなかったわ。15で。めっちゃルーンを雑に使う男。はい、もう開けれるものがもうなくなっちゃったし、じゃあもう一回、大工ポーションこんなんの。もう全部使い切っていっちゃおう。使い切ってって、もう、なるはやの古川目指そう。古川目指そう。っていうか、後期長えからな、そもそも。大砲終わるのに2週間ぐらいかかるからね。最高大砲隊ほんと長えよな。はい、使い切って。行きましょう。研究ポーションも8個あんの。もう売っていくわ、ちょっと。もう俺今日で研究全部終わったんで売っていきますわ。
だって次のアップデート春なんで、3月とか4月なんで、まだもう新レベルの追加は多分もう当分ないと思うんで、3、4ヶ月はもう売っちゃってっていいっすね、使わないもんは。はい、ということで以上で1億ゴルエリとね、100万ダクリで使えるだけ使い切っていきました。さあまとめですね、どこまで育ったか、まとめていきます。意外とダクエリ100万ダクリでね、結構すぐ使ってしまいましたね。ただまあディギーちゃんが完走したし、プロスティがレベル5からレベル9に上げたのめちゃくちゃ大きかったっすね。で大砲もあとのもう残り1個っていうぐらいまで育っていきまして、だいぶ村の防衛力上がりましたね。大砲もう残り1個ですよ、あれだけ大量にあった大砲が。で壁もだいぶ上がりましたね。はい、1個800万の壁が最初なんかここら辺ぐらいまでしかなかったじゃないですか。ここら辺ぐらいまでしか、それがもうここのラインとここのライン濡れてしまっているっていうことなので、ほんとあの高い壁がこんなに一気にもう濡れてるというだけで相当村育ちましたね。はい、ということで今回はですね、年末スペシャル今年最後の配課金1億ゴールド以上ですね、約1億、ゴールエリずつと100万だけより使ってみたっていうね動画をお送りしていきました。あ、ちなみにね、宣伝なんですけどもね、明日ですね、大晦日と、そしてね、元旦ですね、今年のクラカン世界選手権で、優勝して世界チャンピオンになった、日本チームのクイーンウォーカーズのリーダー、ユタとですね、合同イベントやります。で、私、ケイスケのチャンネルで12月31日、大晦日夜9時からですね、そちらの合同イベント、紅白合戦ですね、年末紅白ユタ合戦か、ユタ合戦。夜9時から生放送いたします。そして、元日ですね、1月1日は、ユタのチャンネルの方でね、そちら、2戦目生放送されますんでね、お暇な方はぜひぜひね、遊びに来てくださったら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、この日にこれから動画、投稿しておりますので、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったら、ってまたグッドボタンやコメント、あと友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。